はい、皆さんこんにちは。レアです。タカです。エッティブログです。今日はすごく家の近くの観光って感じ。知多半島の観光になります。知多半島とは、僕らの動画を見てくださってる方はもうわかるかもしれませんが、愛知県の2本生えてる足の左側です。左側の足が知多半島、はい。いろんないいところがありますよ、知多半島。で、今日は有名な梅祭りを楽しみたいと思います。でも梅を見る前にまずは食べに行きたいと思います。お腹ペコペコですね。もうタカがいつもお腹ペコペコだよ。そうだよ、お腹ペコペコだよなんか文句ある？あるある。普通の人はお腹ペコペコになるよ、時間になったら。あ、そうかな。今日は知多でいい感じのお店を見つけた。まあお店がいい感じかどうか分かんないけど、その料理を見て、あ、ここに行きたいと思いましたので、ちょっとチェックしたいと思います。はい、道を間違えましたね。間違えた。あ、間違えとるやん、はい、だから間違えとるやないか社長。もう誰も道を気をつけてないからね。多分ここだと思うよ。おかき屋、これこれ。え、これお菓子屋さんだよ。どういうこと、お菓子屋さん。え、あのおかきが売ってるお菓子屋さん。え、ここでご飯食べれるの？そうらしい。初めて。おかき屋さん、ね、めっちゃ混んでますけど社長満員じゃん、ね、駐車場全部埋まってるよ。やば、食べれないかもしれないよ。みんなご飯食べに来てんのかお菓子買いに来てんのか分かんないけど。そうだね、分かんないよ。見ましょう、ね、これです、おかき屋。めっちゃ大きいよ。すっごいでかいお菓子屋さんなんですよね。そうなんだ。めっちゃいい感じ。すごいよね。食べれるでしょうか。うわ、待ってる。持ってるんですか。え？あ、16番でお待ちのラーメンのお客様。これが有名ですよ。岡田カツ。あとお椀があったらください。じゃあ私はこれだよ、岡田カツ丼。あとはタカがガラモチキシメ、うん、このめっちゃ美味しそうな団子3本3本10本3本大行列、ね、団子が来ました。めちゃめちゃいい色だね。ツヤツヤだよ。ちゃんこれもらって。あ、ありがとうございます。うんうんうん、味がいい、食感もいい。全然も来た。早っ。うまそう。これ100円だよ。やばいよ。これが100円は100円ってやばいよ。え、めっちゃ安いよ。これ美味しい。じゃあ私はこれ3本食べていいよね。何本？じゃあ俺赤全体全部食べるよ。はい。交渉成立。ダメだ。いただきます。もち。これは100円はやばい。めっちゃ大きい。うまそう。気をつけて、熱い。熱くない？熱い？うま。そんな火傷するほど熱くない。よかった。ちょうど食べれるぐらい。この餅もトロトロそう、ね、うん、うん、うん、美味しい。ちょっと餅の焦げのね、うん、香りもして、でこの、うん、あんこは甘すぎず、うん、さっぱりした感じのぜんざい。はい、ありがとうございます。お隣全部ですか。あとは岡田カツ。はい、じゃあお待ち持っててください。はい、お、いいね。うまそう、きしめんも。美味しそう。どうですか、ぜんざい。美味しいよ、甘すぎない、ね、ちょうどタカが言ったようにさっぱりぜんざいって感じ。でも餅がトロトロで焦げてるから焦げの香りも口の中に広がって美味しいよね、本当に。じゃあタカのきしめんをちょっと食べてみる。きしめんはちなみにここのエリアの名物です。
名古屋飯だね。ちょっと太麺で平打ちのね、もちもちの麺です。このきしめめっちゃもちもち。そう、きしめんの良さはでもちもちなんだよね。で、本当にこの、スープもめっちゃさっぱりしてる。おいしい。ちなみに力もちも入ってます。今日もちいっぱい食べてるよ。団子でしょ、前菜のもちでしょ、きしめんの力もちでしょ。タカが食べたかったかな、もち祭り。さっぱりの餅もいい。社長これも大丈夫、大丈夫、かまぼこ大丈夫。それはタカに任せる。社長はかまぼこが食べれません。そう、もうあのネチョネチョのあれが好きじゃないよ。練り物系がね、一般的に全般的にダメです。このきしめんは本当に美味しい。噛んだ。今タカのリアクションを待ってたよ。そんなリアクションじゃないよ。噛んだ。ここ噛んでしまった。かわいい。キスしてほしい？いらない。めっちゃさっぱりきしめんだね。そうでしょ。でこの麺はもちもち、平打ちもちもち、さっぱりなつゆ。これ大盛りでもよかった。やっぱり大盛り頼むって言ったらレナ社長はね、ダメだよ。だからこれまだ大盛りはダメだよ。でこれもまだある。厳しい人だよ。150円で大盛りにできたら、ね、他の問題じゃないよ。大盛りにすると怒られるよ。他のものがたくさんあるの食べれるのに。厳しい、厳しい人だよ。他の食べ物も大盛りは出たらダメ。ダメだよ。いつも大盛りしなくてもよかったよってタカが言うから。美味しいでしょ。あと餅がこう腹餅をするから。餅が腹餅ですか。餅が腹餅ですか。きついよ。毎日外国人におじゃ親父ギャグを言われる日本人の旦那はきついよ。出ました今日も、餅が腹餅。皆さんコメント欄で点数つけてください。え、10点中10点中3点ですね。え、呼ばれた。うん、見てた。はい、ごめんなさい、こちらから失礼しました。お揃いでよかったですか。はい、ごゆっくりどうぞ。卵の下にカツ隠れてますよ。そう、めっちゃでかい卵の下にでかいカツが隠れてるよ。このやり方があったんだね。これはソースカツかな。それはソースカツ。ソースカツに卵焼き2個上に乗っけて、おお、とろーっとしてる。だからこれこれこれ、これを持ってて、ここにちょん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 ってつけて食べると絶対に美味しいでしょ。めちゃめちゃうまそう。サクサクのお肉にそのクリーミーの卵の味は、わ、うん、あと2つの卵が乗ってるのが最高でしょ、うん、めっちゃバランスが良くなるでしょ。もうタカがもう終わってるから、これ今から私が一人。いや終わってないよ。何を終わらせてる人を、うん、まだ食べますよ。岡田カツ、この地名が岡田なのかな、ここの地名が、うん、ということで岡田カツ。卵を乗せて、うわ、ほんとだ。相性めっちゃいいよね。サクサクのソースカツに
とろ玉がめっちゃ合うね。こんな感じで。うん、まで、ご飯にもそのソースが染み出てね、このご飯だけでもいけるんちゃう、うん、ね、ソースご飯でもソースがありすぎない。いや、そうそう、別に辛くもないし少なくもなく、めちゃめちゃいいバランスじゃん。おかき屋で販売してる唐辛子、こんな感じ。お腹いっぱいになってたね。きしめん大盛りにしなくてよかったかもしれない。めっちゃお腹いっぱい。毎日を言うことだよ。おお、ちょっと最後言うといいよ。食べるよ。食べるの？今全部行こうとしたね、一人で。社長はこういうところある。一応私の料理です。はい、どうぞ。ごちそうさまでした。めっちゃお腹いっぱい、めちゃくちゃお腹いっぱい。これを全部食べて1500円とかしかしてないの。これでもう知多半島プライスですか。もうやばい。これが知多半島の良さですよ。バリューめっちゃ安いね。すごい。お腹2人パンパンでめっちゃ美味しくて2000円いかないって最高だよ、はい、今からちょっと散歩しなきゃいけないよ。体を動かして梅見に行きますか。そう、行きましょう。こっちは売店になってますね。つけて味噌、かけて味噌、見つけてます。あとプレミアムつけて味噌かけて味噌見つけてます。皆さん知ってますか、つけて味噌かけて味噌。もう愛知の人はこれを何にでもつけてかけてます。これチューブ状で中に味噌が入ってて何でも乗せて食べれる。何でもっていうのがここに書いてある通り、ナスとか豆腐とかもうカツとか。まだ並んでるね。もう1時過ぎてるけどまだ並んでるよ。ちょうど1時です。もうほぼ着いたよ。梅はもうちらほら見えてるよ。あと車が多くなったよ。ちなみにここはソーリー家というところです。もうさっきのレストランから車で5分もかからないぐらい。来ました、ソーリー家梅祭りって書いてある。って書いてあるね。梅満開ってテレビで言ってたけど全然満開な感じはしないけど、まあ祭りだから出店もあるよ。だから先にお昼ご飯食べなくてもよかったよ、ここで食べれた。はい、案内地図を見つけました。ここに梅の缶があって今ここにいるよ。梅の館ね。え、梅の缶じゃなくて梅の館。はいはい、漢字が読めませんよ、外国人だよ。ここからこうぐるっとコースを回ればいくつかの梅が咲いてるところが見ることができます。もう晴れましたね。ね、晴れて雨が降って風が強いから天気がめっちゃ冬の天気って感じ。あ、咲いてるじゃん。あ、すごい可愛い。真っ赤な梅じゃん。いい色だねこれ。これがいい素敵な梅の色だね。真っ赤っかだね。なんか梅の面白いところが桜と比べていろんな色があるでしょ。ある。いや、それがいいことだよね。茶色とか黄色とか青とかね。そう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 、アホ。これたくさん梅の木があるけど咲いてないのがほとんどだよ。なんか咲いてる木と咲いてない木が分かれてる。多分品種によって早く咲くやつと分かれてるかもしれない。そう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 、あとここなんて全然咲いてないもん。そう、もうショックだよ。また湧いてある。ああ、おかき屋のやつがある、さっき行ったところ。いらん、チューロスがある。もう一回みたらし団子食べれる。さっきチューロス、チューロス、チューロス。あ、チューロスも美味しそうね。チューロス、チューロス食べる。食べましょう。シュガーのチューロス一つください。はい、シュガーです。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、シュガーチューロス、あれ作りたて、なんかめっちゃもちもちする中が。うん、このチューロスめっちゃ美味しい。こっちの梅黄色いよ。全然映んないけど。本当だ、白じゃなくて黄色もあるんだね。さっき俺言ったじゃん、だから黄色とか黄色とか茶色とか紫とか。ああ、はい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 。あ、ピンク、かわいい。ここはちょっと咲いてるよ、周りが、ね、ピンク。まだ一番いいかもしれない、ここら辺。でも本当は 1、2週間後の方がいいんじゃない。今年は寒いから
もうちょっと待ってた方が、3月中旬の方がいいかもね。どうかな。最後に一番いい木を見つけたかもしれないよ、ね、これチャチャーン。めっちゃ咲いてる白い梅、これは満開ということだね。他のところはまだまだという感じで、皆さんこの動画を見て、あ、梅をちょっと愛知で楽しみたいなという人はベストタイミングかもしれないです。3月に入ってから。去年行った鈴鹿のさ、うん、梅公園がめちゃくちゃ綺麗だったよね。 あれがなんか本当にもう世界が違うって感じ。なので東海地方とかで梅を見たい方はぜひね、鈴鹿に行くといいかもしれないです。動画もチェックしてみてください。はい、私たちは今から帰ります。この動画が楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。